サレフムスリムモハメドはクルド民主統一党の共同議長である。サレフは PYD の指導者として北部シリアの西クルジスタン地域をクルド人の実行支配下に置いている。サレフはシリア国民評議会の副議長でもあり、シリア内戦における反体制派クルド人の中では最も著名である。サレフは1970年代に イスタンブール工科大学で工学を学んでいた時に、クルド民族運動に加わった。ムスタファ・バルザーニの影響を受けるようになり、彼が第二次クルドイラク戦争で敗れると、より運動に積極的に関わるようになった。大学を卒業した後は、1990年代にシリアに戻るまで、サウジアラビアで技術者として働いていた。 メディアを再生する2013年ボーアが PYD を取材した際のサレフムスリムムハンマド1998年に彼はシリアクルド民主党に参加したこの組織はイラクに本部があったクルディスタン民主党のシリア支部であるしかしクルディスタン民主党がその目的を果たせないことに幻滅したサレフは2003年に党を離れた 新たに結成されたクルド民主統一党に参加したサレフは幹部会のメンバーとなり2010年には党首となった。2010年にサレフと彼の妻であるアイソエフェンディがシリアで投獄されるとイラクのクルディスタン愛国同盟からは離れることとなった。そしてシリア内戦の開始後2011年3月にシリアのカーミシュリーへと戻った。 2012年8月に BBC の記者であるオルラ・ゲリンとのインタビューを受けた際、サレフはクルディスタン労働者党との軍事上の連携を規定した。彼はバシャール・アサド政権によって2003年以降しばしば投獄されていたとも述べた。2013年10月9日にアルカイダ系反対政との衝突の結果、サレフの息子のシャーフォンがタルアブヤド西部で死亡した。 サレフの息子は故郷であるコバニに埋葬され、公式に行われた葬儀には数千人の人々が出席した。ありがとうございます。